はい、もうデビュート時からやっていきたいと思います。ですね、今は7月ですね。スロット5個までなのか。あ、そっか。はい、行きます。行きますって。夏なので、そっか。私が苦手な時期よな。今、まあ、リアルの季節としても苦手だけど、薄着をしなければいけないっていう、そう、薄着難しいのよ。これは着替え、確か前回終わってから見てくださいこれ髪動くのいいな。うん、いや本当はグラサンとかかけたかったんだけど、なんかいいのがなくて、メガネ地味マンになりましたね。結構ね、早速仕事していきましょう。なんか今月は一個だけちょっと面白そうな仕事ありましたよね。それを最後に回して、それではとりあえずやりましょう。ネオンで攻めの夏。やばくない？うわ、ポップカラーで楽しんじゃおうがある。うわ、ポップ苦手なんだよな。じゃネオンでいきましょう。まずはやっぱ攻めですよ。この夏私は攻めるわよって。はい。リアルの今年の夏は何も攻めなかったですよ。攻めるどころかもう、何って感じ。夏物のトップスを使ったね。え？夏物っていう概念あるの？え、前ありました？夏物っていう概念。え？ネオンカラーはあったか？うん。だからトップスね。とりあえずトップス着るわ。夏物なぁ。あー、でも可愛いかもしれない。見て。よい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 。これ私好き。もうちょっとカラフルでもいいか。夏だもんな。いやでも白はちょっと無難。赤にします。赤にします。攻めですから。で夏物やめてネオンカラーね。ネオンカラー、間違えた。ネオンカラー、ネオンカラー、ごめんなさい。ネオンカラーですよ。まあでも今回はもう全身派手ウーマン。うん、嘘でしょ？ネオンカラーこれしかないの？ちょっと待ってよって。まあでも、まあ、悪くはない、悪くはないが決して良くもない。うわ、めっちゃ、あー、なるほど、へそ出しスタイルですね。いいと思いますよ私。うん、出していこう。うん、やっぱね、見せつけていこう。そうなってくると絶対こういうのだよね。大人っぽい感じでいきたいよね。うん、そうだね。ああでも、あー、うん、あ、うん、いや、ありよ、あり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 だけど、ピンクなんよな。赤だったら100点満点だったんだけど、まあ、ピンクでいっか。いいね。はい、靴下いらなくて、バッグ、バッグカラフルすぎない？大丈夫？バッグなくていいか。そうだね。はい、これかわいい。見えやしないけどね。これかわいくないですか？だいぶ良きですよ。そうですね。で、小物使いたいけどな。あり？意外とあり？どうですか？うわ、足元だな。いや、足元だ。足元。いや、でもこれはない。これはないよね。なんか白とかの方がまだいいなと思うけど。だって青かな。ま、足見せなきゃいいし。はーい。最悪。足見せなきゃいいとか言う。いや、完璧でしょうよ。ねえ。おー。いいんじゃない？もう攻めすぎではあるかもしれないけど。もうこれぐらい攻めた方がね、人気も出ますよ、きっと。
いやどうかな、ちょっと今月号のゆうたちゃんちょっと攻めすぎじゃない、みたいな書かれたらちょっとどうしよう、不安ではあるわね、その辺はね。いやヘッドホンいい味出してるな、なんならヘッドホンをちょっとアピールしたいから、別に今回のテーマヘッドホンじゃないんだけど、ちょっと攻めの姿勢をちょっと出したい。なのでポーズはねこの際何でも大丈夫ですって感じ、何でも大丈夫で、私を大きく いや攻めすぎ攻めすぎだよ。まあでもいいんじゃない、全部ずらそうね、ちょっと顔にかぶっちゃってるから、ラブ、そっちの文字はいいかな。新しくない、こんなにアップにする人いないよね。でも可愛くない、私結構好きよこれ。そうね、なんか表情前まっていいよね、なんかふんみたいな。視線あえてずらそうかなやば、上向いてんのやばいね。あ、この辺かな、これにして、縁はいらないでしょ。あ、文字入ってんだよな、ラブとかグッドタイムとかねまあじゃあちょっと待って、タイトルの色だけ、あでもこれか、よい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 、はい、まああのこうでとはみたいなところではありますけど、素敵なコーデはね見えないよ、大丈夫、大丈夫かしら。仕事終わり事務所によると幼なじみの俊介がいた、出た黒髪男子、俊介は幼なじみなんだ、ちょうどいいところに。この子は俊介くん、今年からうちの事務所に入った子なの。さっき編集部にも挨拶に行ってね、メンモとしてモデルのお仕事もすることになったから。あらあらあら、聞いてないよすごくない、燃え袖の次元通り越してない、実はゆうたを驚かせようと思ってさ内緒にしてたんだよ。ゆうたちゃんと知り合い、ゆうたと幼馴染で小さい時からずっと知ってます。そうだったのね、幼馴染の2人がこうして事務所に入ってくれるなんてなんだか嬉しいわ。すごいね、メンズの服ちょっとすごいね、本当に。なるほど、幼なじみポジね、ちょっと強くない、他の男子より。1個リードじゃない今のところ。ちょっと待ってよ、スマホ開いてさ、これだよ。うわー、フォロワー数でも5万人しかいないよ。いや、誕生日近っうわ、恋なのかな、仲良し度に、あ、これ結構あれだね。仲良し度めっちゃ増やさないと。フォロワー数が一番多いのって、現状、あ、彼女、あ、違う。メンズだと零五で、ガールズだとアイカちゃんなんだ。なるほどね。待って、あと入ってくる人、1、2、3、少なくない？もっと増えるのかな、ガールズって。ま、大切しないですけど、喋ろうっと。とりあえずね。休みの日、俊介に呼び出された。あら。遅れてごめん。はい、これ、ゆうたのせい、ジュース。俊介も好きだったよね。そうだよ、だから自分のも買ってきた。幼馴染の俊介とはこうして定期的に会ってはたわいもない話をしている。最近すごく頑張ってるよね。最新号を見たよ。なんだか幼馴染のゆうたがモデルとして雑誌に載ってるなんて不思議な気分。ちゃんとポージングもしててさ、子供の頃、泣き虫だったの私。嘘でしょ？まあ泣き虫じゃないでしょ？でもモデルとして雑誌に載ってるゆうたを見て、ちょっと本当にかっこいいなって思うんだ。僕もユタに負けないようにモデルもお芝居も頑張らないと。
そっか、お芝居もあるのか。え、タピオカ？うん。私もタピオカ、うん、うん、もういいんだけどね。うん、で待って、フォロワー7万人超えてる、いけるじゃん。何？いや、ヤッホー、あのね、ほぼ私なのよ、ビジュアルがね。今から仕事？じゃあ最近の仕事だったからもう上がりなんだ。そういえば来週この近くで七夕祭りをやるみたいなんだよね、知ってた？え、マジ？行く行く行く。おぉ！ちょっと待ってよ。選べるタイプなの？うわ、どうしよう。ええー。俊介とレイゴどっちかだよな。でも私、俊介が今んとこ気になる存在ではあるのね。いや、レイゴもいいんだけど、私はこの前メンモになった子だよね。へぇ、ゆうたちゃんの幼馴染だったな。仲いいんだね。羨ましい。あら、大丈夫？誘われたのにさ、なんかね、あの目の前でね、やっぱ彼女誘うべきだったと思う。一緒に行こうって。ごめんねって感じ、本当に。ちょっと浴衣買っとかないと。だって祭りでしょ？祭りになんか変な格好で行くわけにいかないから。浴衣を、浴衣って売ってます？大丈夫ですか？お店がオープンしなさすぎてさ、ちょっと厳しいよね。売ってないじゃん。罪だよ。1年目は捨てろってこと？そういうことかしら。まあ捨てますか。まあ3年ありますから、まあ素敵写真は多分また別の、来年とか再来年撮れるよねって。そうだよね。じゃあ撮りま、ポップいきますか、ポップ。ね。苦手なのからやっていかないとね。はい。いや、苦手よ、ポップ、本当に。はい。カラフルのトップスを使った。もうその時点で終わりだもん。何、カラフルのポップスって。見て、カラフルの彼女もないのよ、この人。カラフル。カラフル。カラフル？はい。28個しかない、全然ないわね。のトップス、トップス。トップス？攻めじゃない？ちょっと。どうします？このわけのわからないキャラクターを頑張って使ってみるか、それともなんかこの、まあ、無難なのにするか、これにするか。これ攻めだよな。これでいってみようかな。結構好き、こういうの。ただポップなんだよな。これになんかロングスカートとかをしたら可愛いかなと思ったんだけど、ロングスカート多分ポップに存在しないと思う。イメージね。ポップはもうミニでしょ。ほら、ミニでもないわね。中途半端だわ。結構中途半端なんじゃない？何か着せるか。2個連続へそ出しはちょっとやばいよね。そうだよね。ちょっと攻めの姿勢が過ぎると思うから。悪くはないわね。こういうのって靴ずれしそうになるよね。まあ、履かないけど。ね、子供の頃さ、こういう、ね、後ろに止めるとことかついてるやつとか履くとさ、絶対靴ずれになるよね。超に、超嫌だと思う。ちょっとカラフルな方がいいんじゃない？さすがに。まあ、星なんてつけちゃってって、はい、見えないけど。腕もなんか黄色つけちゃったりして。黄色好きね。まあ、じゃあ星じゃない、はい。ね、なんでこんなに見えないんだろうね。いくらあのロングとは言えよ、髪が見えそうなもんだけどな。あら、どうもありがとう。でもそのうちさ、あの髪型変えなさいっていう仕事も来るよね。過去あったもんね。あれ待ってるんだけど、私髪の毛変えなさい仕事。嫌だよって言いながらやるのが楽しいからね。
まあ、このポップの記事に関してはちょっとまああれですよね、なんか、まあそんなに気張らなくていいかなって。はい、うわうわってちょっとごめんなさいごめんなさい、これはねいじりようがないので、まあ、目線はまあいいでしょう。まあそうね、ちょっとなんかあれじゃない、背景弱くないですか、何これみたいな、ちょっとわかんない感じだよね。あ、これどう、なんか躍動感ない、なんかもうえってわかんないよね何が。でもなんかちょっと躍動感っていいと思うんだけど、なんか動きがあるよねすごくね。フレームもなんかさ、すごい派手なの入れたら、でもなんだろう、キュートじゃない、顔消えちゃう、これ順番が悪いから顔消えちゃう。なんかなくてもいい気がしてきたな。緑可愛くない、緑可愛いかも、ちょっと順番、まあいいか、これでどうですか、もう柑橘系って感じ。お、かわいいかわいい。いつも応援してますもっと応援してくれ。学校の友達に話してみます、辛いな、話した結果え誰みたいに言われたら辛いよね。ちょっと待って、俊介あんた服地味すぎない、ちょっと待って、もうちょっとなんかいいので来ると思ってた、短冊がキラキラしてて綺麗だな、七夕祭りなんて来るのいつぶりだろう、だって子供の頃一緒に来て以来かな、あの時は短冊に願い事を書いたような、大きな差の時は短冊もある、あ書くっていいね、俊介短冊に願い事を書いた、何何何、日本一のカメレオン俳優になれますように、まあ頑張れ。演じる役によっていろんな演技ができる俳優さんでかっこいいよね。まあそうね、全部同じ演技の人とかいるもんね。絶対なれるよいい女アピ、いい女アピ、日本人モデル、世界で活躍するモデル、なんか愛されるモデル、世界で活躍するモデルになれますように。そうね、待って、せっかくお祭り行ったのに写真撮るとかないの、え、なんか割とさ、今作ちょっとあれじゃない、そういうのないよね、写真撮ろうみたいな、イエーイみたいな、意外とないよね、寂しい。レイゴ出てんだよな、でも俊介行くね、俊介まみれ、今回俊介の回です。はい、今日服かわいい、コスメショップにやってきた、ずっと来たかったお店なんだよね、今日付き合ってくれてありがとうな、嬉しいね、コスメを見て好きなんだね、そのやっぱ萌え袖みたい、萌え袖の字を通り越してるやつ、商品がたくさんあって気分が上がるな、ゆったはお肌の悩みとかあるのえ、何かリアルなやつ聞かれてる私、感想が保湿がねちょっとしきれないというか、まあ時期も時期ですから、はい、ちゃんと寝ること、まあそうですよね、そうですよね、すごいなんか刺されてる気がする。今なんでこんなに詳しいかって、最初は仕事をダメだと思ってスキンケアを始めたんだけど、どうも楽しくなっちゃって情報を集めたり実際使ってみたりしてるんだ、美容のことで分からないことがあれば何でも僕に聞いて、聞きます、まあでも今の悩み感想、あやった、写真タイムあったよ、この後も俊介と一緒にショッピングを楽しんだ。よかったよかった。ね、寂しいもん、イベントなさすぎたら。もう遅くなっちゃったらそろそろ帰ろうか。マジ見習った方がいいよ、本当に。うわ、出た。どうしよう。コスメ、美容仲間。ハッシュタグつけた方がいいよね。ハッシュタグ、ちょっと待って、ハッシュタグハッシュタグつけたがりすぎない、ちょっとまあでもつけたい、せっかくなら
ハッシュタグ感想が止まらない。どうですか？これはなんかみんな分かってくれるんじゃないねえ、世間の皆さん、やっぱりそうだよねって。ハッシュタグ感想が止まらない、いいのかな、これなんか、え、この子すごい乾燥してるんだって思われちゃういいでしょう、明日は乾燥が止まらない。よし、ちょっとでも2になっちゃったからさ、うちのパラメーター上げないとちょっと喋れないよね、次がね。ちょっと女子と喋るのも大事だけど、パラメーター上げるか。さあもう3週目ですよ、早い。うん、まあ、まず編集部通します。はい、次なんだっけ、次はなんかまだ私でもいけそうなやつだった気がする。うん、涼しげマリンでしょ、任せてよって、はい、ボーダーとネイビーか、これでもいいんじゃない。でもネイビーって割といいですよね、ボーダーとネイビー。ボーダーとネイビーね。何でボーダー入れるかじゃない？結構難しいとこではあるけど。これはないね。マリンだっつってんのにね。あ、やだ、ちょっとトップス捨てて。これ攻めすぎ？でもネイビーでしょ？ちょっと待って、ネイビーに合うっていうのを基準で考えないといけないから、絶対、え、待って、マリンコーデだよね、全然マリンにならないんだけど。マリン、マリン、一個だけあるわ。は？これはネイビーであり、マリンであるということ？マジで言うております？あ、そうなんだ。へぇ。待って。マリン、下半身ねえんだけど。マジか。結構絶望じゃないか。え、マリンの下半身ないの？なぜ？だから分かった。それ以外で、とりあえずマリンをつけといて。そうだね。どうしてあげたらいいの？ボーダーの下とかにしたらいい？一旦ちょっとボーダーで下半身探してみよう。ないわ。ごめんなさい。じゃあネイビーでいきましょう。ネイビーの下半身はあるよね。え、嘘でしょ、全然可愛くないんだけど。え、捨てようかな今回。ね、見て、え、なんかあんま可愛くないよね、あんまっていうか、まあまあ可愛くないよね。大丈夫、本当にこれがぴったりなの？だとしたら、シフ、あなたちょっと一回ちょっと、やめた方がいいわよ、仕事。いや、まあ、まあ、悪くはないけど、雑誌に載るほどかな。なんか街角スナップとかで載ってたらわかるよ。ああ、まあね、みたいな。そんなちょっと、ニコモにドヤ顔で載るようなものでは、ニコラでね、ニコモでちょっとニコラにそんなドヤ顔に載るほどではないわよね。いや、なんかちょっと意義ありですよ。志保、ちょっと意義ありよ、私。ちょっと揉める、うん、あー、でも、こう見たら悪くないのかなとか思っちゃう。自分がいる。え？みたいな。これじゃね？うん。涼しげマリンって言うんだったら、まあそうね。まあでも合ってるな。フレームとか。そうだね。
分かった、これじゃない、絶対これだよ、涼しげマリンだもん。なんで書いてあるか私にはちょっと分かりませんけども、なんで書いてあるのこれ、分からないですけど、まあ、これですよね。まあそうねちょっと諦めてるところはあるなんだろうな、その上半身があんまり私の中で好みじゃなさすぎて、とっても可愛いってありがとうね、本当に何でも褒めてくれるじゃんってわ、あと1個仕事したらちゃんと8万人いくようになってるわ、優秀ですね。いないしえ、レイゴなんだっけ、レイゴは何がないとダメなんだっけ、美術だっけ、センスのやつとは無理みたいな感じ、インテリア、センスだよね、いやインテリアだっけ、夢忘れちゃってとりあえずじゃあこっちあげとこう、これ難しいですね、なんかそのパラメーター上げがやっぱりやば、チャーミングゼロ終わってる、ちょチャーミングさも上げていこうゼロはやばい、せめて1は欲しい、さあ7月もラストですよ、ラストは、ここが代理店だよね、はい、でここ用の服はもう前回購入したのでパッとやりましょう、パッと、見てなさいって強気強気すぎるのよ、まあ、CM でしょ、はい、こんにちは、はい、あれ私どっちでしたっけ、青春だよね、スクールなトップスにプリーツのミニスカートあったよね前回ね、不安になってる自分はいるけど、スクールのトップス、スクールはい、スクールのトップス、はい、こちらかこちらということで、まあこちらですね、に、プリーツのミニスカート、プリーツさん歯多くない歯多いわよね、プリーツのスカートさん、わ青春っぽくない、ちょっといいじゃないいいじゃない、これでいきましょう、ちょっと季節感秋っぽくなっちゃうけど、で残りがスポーティー、なぜこれに関してはちょっといいあるよね、スポーティーである必要ないもんね、ちょっと待って、インナー着ないからやばい女みたいになってる、どうしよう、誰かインナーくれ、死んだ学生っぽいのにさ靴ないし死じゃないこれ、大丈夫、なんか暑いの寒いのみたいな、ちょっとさ分かった、着ても大丈夫かな、でも怒られはしないと思うんだけど、ちょっとインナー着よう、あでもインナー着ればなんかさそれっぽくない、これはダメ、意味わかんない、これでちょっと学生です、はいどうも学生です、でもぴったりだよねやっぱ学生だもんね、あいいじゃない青春の汗にまああるよな、こういうのあるよな、あるよね、可愛くない、結構可愛いんだけど普通にね、待って、あのダークさんのアイコンすごくない、なんか何あれ、トイストーリーピクサーって感じ、こんなのもあるのね、仕事終わりに事務所の渚さんから電話があり事務所に来てほしいと連絡あった、はいどうもごめんなさいね急に呼び出しちゃって、今日ドラマの収録があるのだけれど出演する子が体調悪くなってしまって出られなくなってしまったの、そこでお願いなんだけどお任せ、よし
急いで車に乗って。マジ？そんなほんと急なんだ。もうセリフ入ってないけど大丈夫？スタッフさんに私の説明してあるから大丈夫よ。30分後撮影が始まるから。めちゃくちゃじゃない？少し厚みの台本を受け取った。え、待って、セリフ量による、セリフ量に、はい、短いセリフの中に感情を込めて一生懸命に演じた。短いならまあいいか。ゆうたちゃんよかったわよ。まあ短いセリフしかなかったけど気持ちが入ったよ。ゆうたさんよかったよ。あら、何かの機会で一緒になることがあったらよろしくね。今日ありがとう。それじゃ監督、じゃあどうなるかと思ったけど、ゆうたちゃんのおかげ助かったわ。本当にありがとうね。俊介くんがいるわ。どうしたのかしら。ちょうど今日このスタジオで仕事してまして、ゆうたがいるのが見えたので少し見学させてもらってました。でもゆうたがなぜドラマに、うん、そんなドタバタなことがあったんですね。でも大学隊ドラマしてるのはすごいな。初めての経験ですごくドキドキしたこと、自分なりに精一杯できたことを伝えた。そうだね、ゆうたはすごいや。僕も頑張らないと。夕方ね、撮影も終わったことだし、二人とも家まで送るわ。へえ。まあドラマ出れたのは良かったわよね。うん。さあ、誰かいるかな？誰もいない。全員あれじゃん。なんかあげないと無理なやつじゃん。マジ？え、だったらさ、どれだっけ、チャーミングあげよ、チャーミング。チャーミングゼロやばい。なんか、なんだろう、ガールズと仲良くなるにもこれが必要っていうのが結構大変ですよね。さあ、とりあえずこれで8月ですよ。早いね。うわ、ひまわりなんだろう、暑いだろうなっていう、一番嫌い8月なんて。はい、お疲れ様です。はい、嘘だろ編集ばっかりないか。ええけども、目標達成です。はい、あ、変わった。へえ、でも変わると上変わってほしかった。うん、先ほど目標達成したから特別なお仕事をすることができるわ。はい、暑さが厳しいわね、わかるの。うん、はい、ということでですね、無事8万人も超えましたし、まあなんか無事メンズとも出会いましたし、もう強いよね、やっぱ幼馴染キャラっていうのは強いよな。うん、はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。